どうもありがとうございました。ただいまいただきましたご意見に対する回答は後ほど九州電力への意見への回答と合わせまして時間を取りたいと思います。お話どうもお忙しい中ありがとうございます。九田さんのご説明を伺いましてからご発言を賜りたいと思います。それでは次に九州電力の売り社長より今回の申請の概要につきましてご説明をお願いいたします。説明時間はやはり20分程度でお願いできますでしょうか。説明を始めさせていただく前に少しご挨拶させていただきます。先ほど来お話ありますように私ども非常にお客様に節電のご協力をお願いをしいろんなご苦労をお伺いする中でですね、今回のようなこういうさらなるお客様へのご負担を強いる料金の値上げの申請を私たちに対しまして本当に深くお詫びを申し上げる次第でございます。ただ私どもの、企業の基本的な使命でございます電力の安定供給がですね今の燃料費の増大によって危なくなってきているというそれに鑑みて主流の決断として一昨日申請をさせていただきました。今後どうぞ私どものこの病気抑えての内容につきましてしっかり説明してまいりますのでどうぞご理解を賜りまたしっかりとご審査をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、すみません。それでは、お手元の資料としてですね、ご説明をさせていただきたいと思います。1ページ目の燃料申請の概要でございますけれども、ここにルール記載しておりますけれども、基本的には今回の申請原価は1100億円規模の法律が織り込んだその原価、1兆4970億円と合格でございますけれども、しかしながら、今のままの原稿料金の改定内の収入とします。中年等の一つがですね、1516億円生じるということでございまして、その結果といたしまして、4月から規制部門で 8.51% の値上げの認可を申請させていただいた次第でございます。なお、自由化の部門は 14.21% でございます。参考資料をご覧ください、2ページでございます。この棒グラフに記載されていますのは、今回、私どもの2024年の収支見通しでございますけれども、3700億円の赤字、これはですね、22年度原子力の利用率がしっかりあったはずの燃料費、一番上の部分でございます、4200億円が9500億円ということで、この大幅増、これが基本的にこの赤字の要因になってございます。それから3ページでございますけれども、当社の経営の状況で、財務の方の経営の状況でございますけれども、24年度末の見通し、下の方が資本金等でございまして、上が、いわゆる積立金等でございますけれども、24年度末では、純資産が3900ということで、ほとんど内容量を取り崩す状況になっておりまして、このまま続けば、資本金も毀損し、資金調達にも支障を来すことでございます。4ページでございます。4ページが原価算定の概要、前回20年の改定時との原価の比較でございまして、ここに記載してございますように、この棒グラフに書いてございますように、燃料費全量、購入電力量が実は4割、1770億円増加いたしました。その結果ですね、いろんな、先ほど申しましたような、効率化を盛り込んだとしても、ここのばっかで書いてございますように、1317億円の原価が増加するという見通しでございます。続きまして、5ページでございます。原価算定の前提証言、今回の原価を算定するにあたっての前提条件を記載してございますが、販売電力量につきましては、今年の夏のご協力いただきました全国では、こちらの夏の需給実績等を踏まえましてですね、前回から26億キロワットアワー減の数値853億キロワットアワーで取り込んでございます。その他、価格、為替レート、それから原子力の利用率につきましては、25年の7月以降、仙台現在の原子力発電所が順次再稼働するということを今回取り込む想定させていただきまして、利用率は 55% で想定させていただいているということになります。6ページでございますけれども、これは今ありました、仙台現在の最多の時期のチャートでございますけれども、私どもも仙台の1、2号につきましては、
すべすべすとアップへの審査をしていただいて、それなりに、しっかりした安全対策が取れているのではないかと思っておりますけれども、今後、規制委員会の方から出ます骨子案が3月末ぐらいに出ればですね、その時点でしっかりその内容を沿ってですね、私どもの設備をもう一度点検し、私どもの設備はどうなのか、そういったものを速やかにまた改良するものは改善しながら対応させていただいて、速やかに審査をしていただくという想定のもと、こういった折り込みをさせていただいているところでございます。7ページでございます。電源構成につきましては、これは、いわゆる私ども言っているキロワットアワーバランス、電力量バランスでございますけれども、この前回の原価と今回の原価では当然のことながら、燃焼費の利用率が、アワー率が 40% から 27%、 その結果として反動として、棒グラフの2つ目の段の火力の比率が 11% 増えているという形で想定させていただいております。それから8ページでございますけれども、経営効率化の概要でございます。私どもも今、平成24年度の緊急経営対策をですね、策定して1500億円規模のですね、コスト削減に取り組んできたところでございますけど、ここもですね、さらにそれをですね、しっかり、考え方を踏襲してですね、さらなるコスト削減を進めてまいりたいと思っておりまして、今回の申請原価はその表の通り、合計欄に記載してございますように、1100億円規模のコスト低減を、反映をさせていただいております。その棒グラフを見ていただきますと、前回原価に対して、今回の料金原価で本来コストフローが2400億円の、燃料費、購入電力を中心に2400億円のコストフローでございますけれども、今言いました、これで 18%、それに対して経営効率化の 8%、1800%を、で圧縮させていただきまして、アワーが減ってますので、不足比率としては 10%。これが今回の、改定の、大きな数字の中身でございます。それから次の9ページでございますけれども、これまでの経営効率化を取り組むということで、過去、設備投資、修繕費、職員費、人件費、人員数等、地域から比べて、私どもそれぞれ、削減をさせていただいて、効率化をやらせていただいているところでございます。人員数につきましては、平成17年、18年に450人の早期退職をお願いしたところでございます。それから、10ページでございますけれども、これは私どもの弊社の電気料金の推移、フラットレートと言われていますけれども、売上を、販売電力で割った時の平均的な単価でございますけれども、平成7年当時はですね、20円を超えるような、値でございましたけれども、最近、この間、7回ほど料金値上げ値下げをさせていただいて、おおむね、15円台になっておりまして、25% 程度の、コスト、電気代のですね、販売単価の引き下げをやらせていただきます。私どもは、全国の 80% の離島を抱えておりまして、そういったところで150億から200億円の毎年中身がしおってますけれども、その中でしっかり効率化をやらせていただいたという状況をご説明させていただきました。それから3、原価の打ち明け、人件費でございますけど、人件費でございますけれども、審査料の一切のですね、メルクマールを切り越してですね、賃金、収入等を減額、健康保険料率もですね、59% 程度にですね、引き下げて、役員報酬、移行製品の見直し、そういった効率化を受けまして、168億円の効率化を減らして、織り込んでおります。ただ、対象給与金の増分はですね、推計算上の3の償却費の増でございまして、特殊要因ではございます。それから12ページをご覧になってください。今申し上げました、給与手当の部分でございますけれども、給与手当、先ほどの人件税265億円の圧縮しておりますけれども、その時の水準でございますけれども、この棒グラフのですね、一番、左足551というのが全産業系の常用労働者の皆さんの平均値でございました。それから、実は正社員の数字に置き直し、さらにはですね、私どもの
電動会社はどうしても金属年数が長くございます。20年あの普通の産業は14年でございますけれども、その補正をさせていただいて646億円、それともう一つは、他の公益事業の皆様のそういった金属年数と地域補正をしたところの数字650億円の単純年金の650億円、 20% 50万円パー年の年収で取り組まさせていただいております。まして、13ページ、燃料費でございますけれども、燃料費につきましては、当然原子力のウイルスが下がっているためにですね、それぞれの化石燃料の燃料費がアップしております。石炭火力は当社の場合もともとベース運転に近かった線もございまして、それほど大きな増はございませんけれども、石油エンジン等が大幅な増になっております。それからここでちょっと新エネ等の増がありますけど、これは私どもの地熱発電所5地点21万キロだと思っていますけれども、そのうちの2地点が実は私の発電設備だけを持っていて、蒸気製はデベロッパーの皆さんに開発しています。その蒸気を買って発電するということで、この新エネの燃料代がここに計上されております。続きまして、14ページでございます。14ページの修繕費の打ち上げでございますけれども、これにつきましてもこのページの一番下、右下のところに直近5カ年のいわゆる修繕比率が 2.22%、 それに対しまして今回は 2.19% ということで、まあ、この表に書いてありますが、いろんな、出会いがございますけど、結果して、まあ、前回とほぼ同じ程度の水準で取り組まさせていただいているところでございます。それから15ページでございます。減価償却費、私の会社この25年から27年の間期間中に修復設備がないということで、減価償却の進展に伴いまして、全て、減でございまして合計は182億。ただ新エネという設備部門を新しく審査されましたので、以前はこれは核に入ってたものが新エネ側に出るんで、この27というのが対象がないような形になっていますけども、区分の新設によるというものでございます。それから16ページでございます。16ページの事業報酬でございますけれども、事業報酬につきましては、この表のですね、一番大きく変わっているところは、原価変動調整積立金と、別途積立金でございます。ここは前回は仙台の13本店の積立金の、相当額を控除しておりましたけれども、今回もすでに、赤字が対してが続きまして、この、原価別途の積立金がございませんので、それを、取り崩しはできませんので、原価で前回原価で比べて、1397億円の増となってございます。それから17ページでございますけれども、17ページは事業方針の算定方法でございますので、算定規則で書かれているものをここに記載してございますので、時間ございますのですみませんが省略をさせていただいております。それから18ページにつきましても、先ほどから出てます事業方針のレートベース、すみません、先ほどレートベースはご説明ちょっと飛んでしまいましたけれども、 2.9% で振り込ませていただいております。全体の 0.1% 削減が、一つ部分に残って算定した結果でございます。それから19ページでございますけれども、購入販売電力量でございますけれども、前回と比べまして118億円の購入量、これは火力の欄のところの107億円は、私ども電源会社さんと京都火力さんから電気をお返しておりますけれども、どうしてもアワーの増加をお願いをすると、京都火力の場合は鉄鋼のモデルが出てくるガス、鉄鋼で生じる鉱産ガスを使って発電しているんですけど、その量は決まってますので、生産ガスも決まってますので、あとは LNG とか油とかを入れて炊き増しをしてもらうということで、単価が上昇した結果107億円となっています。それから販売が12億ほど増えてますけど、これは取引所についてはですね、販売を増やす計画で、まあ、今50億円あったぐらいという計画、その制約ベースが、この程度と、それとあと、常時バックアップというのも、こんな感じになってございます。
それから、20ページでございますけれども、高速効果。高速効果はですね、特定資産税は焼却の進展で減、電源開発促進税につきましても、販売あの対象の相当の電力量が減ったということで、それから法人税についても法人税率の改正減でございますが、あと、使用済み燃料の、使用済み核燃料増とか、加入対象の各課税対象が増えた事業税等の増を入れて、31億円の減となってございます。それから、1ページでございます。合併の期間につきましても、これはもう、すべて発電、原子力発電所の稼働分によりまして、前回分が比べて116億円の減となっています。それから、22ページ、電化のうちの最悪工事と工事収益でございますけれども、その他経費が左の、この裏、表に書いてございますように、その他、経費で65億増加しておりますけれども、その主な内訳は、横に小さな話を続けたいと申し訳ございませんけれども、原子力損害賠償支援機構が一般判断増加でございます。あと、工事収益については20億と言っておりますが、ただ、ここはもう先ほどの地帯間の販売だとか、他社の販売が届いてますので、合計をすれば、実際の原価の総額と同じ数字になると思います。それから、23ページでございますけれども、今回の一般電池事業供給約款、審査状況でございますと、審査状況で参入価値が示されております、普及開発関係だとか、金融、そういったものについての、どういったものを精査して、どういったものを入れているか、出てきたのかという表でございまして、普及開発関係につきましては、こういったイメージ広告だとか、高電化関連だとか、そういったものはすべて確保させていただいているところでございます。寄付につきましても、大田さんにお支払いしています、特定呼吸の疾患救済事業ということで、医療参加物で肺をやられた方に対する被害者の皆さんへの支援も実施でございます。団体費についてはこの5団体のみを参入させていただいております。それから24ページでございます。24ページは規制と住環部門のそれぞれの改定の数字を説明したものでございまして、省令の算定規則に乗ってですね、規制と自由に配分した結果でございまして、まず規制部門につきましては、申請原価に対しまして、改定前の収入との差が593億円、それを、販売電力量の350キロワットでありまして、1円69銭、キロワット当たり1キロワット当たり1円69銭、8.51% の値上げを願いつくこととなりました。それから次の25ページでございますけれども、同様に規制部門につきましても、この差額は923億円で、501キロワットで割り込むと、1キロワットあたり1円84銭、14.22% の値上げをお願いすることとなっています。それから26ページでございますけれども、ここにご家庭の皆様の電気料金について書いてますけど、まあ、今回のこの結果だけちょっとご説明申し上げます。この表の右端でございますけれども、今回、一定の、まあ、条件といいますか、あるモデルで、ここで、書いてますのは、契約をしていただける電流のレベルが30アンペアで、ご使用なさっている電力量が月当たり300キロワットの場合のお客さんの割合の、今回の増減額は378円。増減率は 5.7% でございます。続きまして27ページでございます。27ページにはですね、これも先ほど神谷さんと同じ形でございますけども、私も昭和49年にですね、オイルショック時の料金改定、小幅な料金改定の時に、こういうふうに定増料金といいますか、たくさん電気を使いながらと電気代が上がりますよという、まあ、省エネだとか、それから、段階料金というのは、例えば、毎日の生活に必要不可欠な照明だとか冷蔵庫、そういったその電気をご使用になれるところも、アワーまでは低く抑えようということで設定されたものでありまして、今回もその趣旨にのっとりまして、第一段階を低く抑えさせていただいているところでございます。
それから28ページ、これが新たな料金メニューでございまして、ピークシンプルレントという、まあ、名前を付けておりますけれども、この下記の7月9月の13時から16時をですね、50円台に大きく引き上げる。ということで、ピーク時間帯から、昼間時間帯、夜間時間帯、昼間時間帯も夜間時間帯というふうに、アワーを移行していただくことで、電気料金の節約が、可能となる運営に今回に審査させていただきます。それから、29ページでございます。ご家庭向けの選択学科の変更点、これも地域学校の今まで、夜間、式なし型の機器の保有が可能運転となっておりましたけれども、より幅広いお客様に、このメニューを使っていただいて、電気料金の節約をいただけるように、この保有要件、加入要件をですね、撤廃をさせていただいているところでございます。それから30ページでございます。その他の約款ということで、選択約款、これは従来からあるメニューでございまして、時間帯ベストの電力と、それから低圧のお客様に対しての時事ベストの電力、そういったものも現在でございます。それから31ページ、電力料金の支払い制度の変更でございますけれども、いわゆる総地収料金制度でございますけれども、まあ、おそらく制度を作られたときは、早期に電気料金の回収局で、こういう、まあ、1日遅れても 3% というような、そういった延滞利息が作るような、地収料金が作るような形の制度、今までありましたけれども、今後は、いわゆる、支援利息等で対応していく。ただ、プログラムの関係上ございますので、平成26年の10月から、させていただければと思っています。自由化の部門のお客様のお願いの内容でございますけれども、ここは、基本料金は今回の電気料金であれば、電力に関わるものでございます。基本料金は据え置いて、重要料金なのだけをですね、値上げさせていただくということで、それぞれ特別高圧高圧で1円60銭で60銭。ただ、私ども契約の継続割引をやっておりましたけど、これを廃止するということで、合わせて1円84銭ということでございます。それから、値上げに関わるお客様へのご説明ということで、既製品のお客様については、検診時に配布のチラシを活用いたしますし、また、各種団体の皆さんにご説明、それから日常業務の中でも、さまざまな期待を加えて、丁寧なご説明をさせていただきたいと思っています。住宅ローンのお客様について、34ページでございますけれども、住宅ローンの皆さんにつきましても、まずは、電話で、こういったものが届きますよということをお願いした後、説明指導をお届けして、電話、それからお伺いしながら対応させていただきます。それからまた、使用電力量の低減に向けた省エネアイテム、そういったものを紹介、で、料金提示につながるメニューのご提案も、積極的にやらせていただきたいと思います。35ページは、つながる、電力の節約の、ま、情報だとか、ということでございます。から36ページでございますけれども、今後の経営の方向性ということで、私どもは平成19年にずっと先ほど明るくしたいという九州省の思いのメッセージ、ブランドメッセージを策定しておりますが、その実現に向けてですね、最もしっかり対応を選ばれ、信頼される会社のために対応していきたいというふうに思っております。補足資料につきましては、もう20分すみませんので、申し訳ございませんけれども、発言させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。次に今ご説明をいただきました九州電力の申請内容につきまして、本日ご指摘をいただいております九州電力管内の地方自治体、消費者団体、中小企業団体の関係者の方々よりご意見を賜りたいと存じます。説明時間は恐縮でございますが7分程度でお願いをしたくご存じております。それではまず福岡県の小川知事からお待たせいたしました。はい、福岡県知事の小川知事でございます。意見実質の機会をいただきましてありがとうございます。で早速資料の6の4をご覧いただきたいと思います。で今回の値上げ申請につきましては原子力発電所の稼働停止に伴い稼働停止に伴いまして代替電源の燃料費の燃料費でありますとか購入電力量が増大したことに伴うものを受けておりますが、一方で、電気料金の値上げというのは、地域住民の生活、企業の国際競争力、
経済活動の広範囲にわたり多大な影響を及ぼす懸念がございます。本件では先週から今週にかけまして緊急に関係団体あるいは企業の人調査をやらせてもらいました。その結果、中小企業分野では値上げはそのままコスト増加につながり、経営を圧迫し、場合によっては人件費を削減しなければならない、まあ、そういった、業種業態を問わずといった回答が寄せられております。特に保険内にあります先鉄物製造所といった電力発送型産業につきましては、倒産の恐れがある企業が出ている可能性もある、そういった指摘もありました。これ言い換えますと、地域の産業の競争力を非常に弱めて、産業の空洞化につながりかねない、そういう懸念もあろうと思っております。農林水産分野におきましても、生産コストの上昇と、商品価格に低下できない場合には、生産者、農業者とか、そういった方々の生産者の所得低下、切り上げというのが懸念されております。で、地域住民の生活につきましても、家庭の電気料金の上昇ということがですね、それからもう一面は、消費生活で、生活関連物資と低下された場合の価格の上昇、これが家計利益を落としてくるのではないかと懸念しております。それから医療介護の分野でございますが、サービス価格というのは診療報酬でありますが介護報酬で規定されておりまして、そのコスト増はそのまま収益の圧迫になります。経営を圧迫します。また福祉分野では結果、人件費、働いている方の人件費の抑制あるいは提供サービスの質の低下というのが懸念されているのでございました。以上のような結果が出たわけでございます。このように電力というのは私たちの生活あるいは経済活動に不可欠ななくてはならない基盤であります。その価格の上昇という影響は極めて広範囲に及ぶものだと考えています。そのため今回の申請につきまして4点について申し上げたいと思います。まず第1は経営合理化の徹底であります。地域住民の生活、企業、国際競争の経済活動への影響を最小限にとどめるためには、九州電力は燃料の共同調達の実施、調達先の多様化、設備やサービスの調達にあたり入札制度を最大限活用するなど、あらゆる分野において一層の経営削減に早期に取り組んでいただきたい。またその経費削減にあたりましては、今回の審査対象となります規制部門のほか自由化部門も含めてですね、経費節減これを行っていただく必要ではないかと思っております。国の方におかれましては、九州電力の設備調達、サービスの調達におきます競争入札についてさらにこれを拡大する余地がないのか、それぞれの経費についてさらに切り込む余地がないのかと、そういった経営合理化について徹底した指導をお願いしたい。合わせて申請のされました料金改定の妥当性について徹底した審査をお願いしたいと考えております。第2に情報の開示と十分な説明でございます。今回の値上げ申請によりまして、需要が大きな負担を求めることになりますけれども、九州電力においては、電気料金の値上げの理由と、その積算根拠をはじめ、情報の開示を徹底していただき、需要家に丁寧に分かりやすい説明を実施していただきたい、このように思います。それには、例えば、設備投資、先ほどご説明ありましたけれども、その必要性と具体的な内容とかですね、そういったものももらえますし、また、自由化部門の値上げにつきましても、その額とか値上げの率とか、そういった契約形態や使用電力の規模ごとに、当然、事業家の方々に示されるんだと思いますが、企業の方々に丁寧で分かりやすい説明をしていただきたい、このように思っております。国は電気料金の値上げの審査に当たりまして、幅広い意見の聴取を行っていただき、これを行っていただきますと、国民に分かりやすい情報の提供をお願いをしたいと思います。3番目は、電気料金値上げの影響緩和等に資する取り組みを充実強化していただきたいということであります。九州電力は電気の効率的利用を行うことによって料金が下がる、まあ、そういった料金メニューを先ほどピークシフト電動というのも決まりましたけれども、規制部門、自由化部門でそれぞれインセンティブが高まるようなですね、拡充をお考えいただきたいと思います。国におかれましては燃料電池を含めた循環型の電源の普及でありますとか、エネルギーのより一層の効率的利用に向けた環境整備といった今回の値上げの影響ができるだけ緩和できる、需給両面から緩和できるような施策、環境整備を充実させていただきたいというお願いであります。最後は国に対するお願いになりますが、望ましい電源構成の早期実現でございます。申請では
九州電力管内にございます、まあ、6基ありますけれども、原発の原子力発電所のうち、現在の1号機と2号機を除く4基の再稼働というのが前提にされております。再稼働につきましては、国においてその安全性の検証と確保に全力を挙げていただき、国民の理解を得ることが必要だというふうに考えております。さらに、国はできるだけ安価で良質な電力の安定的な供給を実現するために、今後の望ましい具体的な電源構成の在り方と、その実現に向けた方策につきまして、安全性、それから資源の確保、経済性、我が国の国際競争力、あるいは地球環境への影響、そして国民の負担といった総合的な検討を行っていた、そういう意味でやっていただいて、その具体化に着手して、具体化をしていっていただきたい、このように考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして、北九州市の消費者団体連絡会、須山さんからお願いいたします。北九州市、消費者団体連絡会の須山恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は消費者からのお世話として、意見陳述の機会をいただきましたことをお礼申し上げます。また、意見陳述の内容について、文書での、ご提供、準備ができておりませんことには、申し上げ、口頭での陳述とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。昨年 3.11 以降、私たちは原子力発電のこと、あるいは放射能のことなど、多くのことを学んでまいりました。北九州出生商談連は、暮らしと地域を守るという立場から、脱原発社会を志向しておりますが、本日は現行の制度、枠組みの中での意見を述べさせていただきたいというふうに思います。まず、今回の値上げについて、消費者、地域住民の理解と納得を得られること、これが大前提になろうかというふうに思います。私たち国民一人一人の暮らしは、死死と、もう経済的な厳しさ、それから追い打ちをかける消費税、増税等によって、非常に厳しい生活が緩和を持っております。その私たちの生活に欠かすことのできない電力を、独占企業の電力会社から購入するしか選択肢を持たない、この状況の中で、そしてその電力価格が総括原価方式という非常に分かりづらく、透明で経営努力を必要としない方法でこれまで算出されていること、このような状況の中で理解と納得を得るというこのためにはですね、徹底した情報公開、そしてこの情報公開に基づいて出された内容を徹底して点検精査し、厳格にコストカットをしていくということが必要だというふうに思います。特に1年前、やらせメール問題によって、九州電力と地域住民との信頼関係、利用者との信頼関係は非常に薄弱なものとなってきておりますので、これを乗り越えるためには、もう真摯な向き合い方をしていただくということを、ぜひ希望したいというふうに思います。そして、この情報公開をした中で、していただいた中で、委員の皆様方、あるいは専門家、国においても精査して徹底してコストカットしていただきたいと思っている部分の特に挙げて申し上げたいと思いますのは、原価を含む原価に含んでおります人件費、それから役員報酬のレベルについての再度の点検をいただきたいというふうに思います。本日九州電力よりネルフマールを基準とした中に収めてきましたと、でその人件費を抑えてきたということなんですから、がこのレベルがすでに行われている九州電力のレベル、それから九州電力が本社を置かれている福岡県、あるいは九州全体の平均年収との比較、このあたりをしっかり見ていただきたいというふうに思っております。本日、公営企業との比較において、650万という数値が提示されましたけれども、納得性、地域での需要ということを考えましたら、さらに踏み込んだ人件費の圧縮が求められるのではないかというふうに考えます。また、経営トップにある役員報酬の妥当性についても非常に注目をするところであります。今年のアニュアルレポートによりますと、役員報酬は総額で7億900万ということになっており、これを単純に社外取締役も含め
めた取締役の報酬平均は4000万を超えているかというふうに存じます。このあたりの圧縮はやはり、今後必要になって検討していただくことになったというふうに思います。また保有財産の徹底したスリム化、そして子会社関連会社に関しても情報を提供いただき、本当にそれが電力事業を進めていくために必要な事業であるのか、子会社関連会社であり方についてご精査をいただきたいというふうに思います。アニュアルレポートの中には、海外の子会社関連会社を含め重要なものとして30社上がっておりますが、これは本当に果たして今現在の九州電力にとって必要な事業なんでしょうか。ぜひご検討いただきたいというふうに思います。また様々な調達費の妥当性についても、本日1100億の圧縮をしたということでありましたけれども、一つ一つ細かく見ていき、徹底した情報開示の中で、厳しい目を持って査定をしていっていただきたいというふうに思っております。それからまた非常に分かりにくい、消費者にとっては非常に分かりにくいことですけれども、原価総額に対する事業報酬率、この妥当性についても再度国民に対して、あるいは入手に対しての説明を徹底していただきたいというふうに思っております。本日は、この審査、料金に関しての審査というこの制度の中での発言でありましたけれども、冒頭長官の方より中長期にわたっても電力安定についての意見も聞いていただくと発言ということでありましたので、ぜひ中長期の課題についても、検討の入り口をぜひ開いていただきたいというふうに思っております。まずは総括原価方式のあり方、これについては非常に問題、分かりにくさ、不透明さ、それから持っており、非常に分かりにくい点であります。それから、さらにもう少し先の問題としまして、電力供給システムについての抜本的な改革が必要だというふうに思います。電力事業を独占企業による事業から競争によって健全な経営努力を求められるような事業へと転換する、これは大きな変革になるかと思いますが、必要なことではないかというふうに考えております。それからさらに長期的な問題になるかと思いますが、この電力の安定供給、さらに社会の持続可能性ということから、ぜひとも原発に頼らないエネルギー政策、この確立について、検討の誘致、明確な進展をしていただきたいというふうに思っております。先般全国で行われました原発に関する意見聴取会において 0%、15%、25% というような数字が提示され、その中で意見交換がされましたけれども、0% 支持の割合というのが意見聴取会では70% 近く、パブリックコメントでは 90% 近いというこのような数字も出ており、国民の多くは原発に頼らないエネルギー政策、これを望んでいたというふうに思います。消費者団体としましても、ぜひともその検討を急いでいただきたいというふうに、これは国に対して、事業者とともにですね、ご検討をいただきたいというふうに思っております。以上、ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後になって、お待たせいたしましたが、続きまして福岡商工会議所山本環境問題委員長よりお願いいたします。皆さん、こんにちは。私は福岡商工会議所の環境問題の委員長をやっています山本でございます。私自身はいわゆる中小企業という定義が難しいですが、どんな経営をやっておりますが、まず私もこういう機会でですね、商工会所の会員のほとんど皆さん、いわゆる中小企業ということでございますので、意見に参加していただくことになっておりますが、中小企業というのはちょっと定義が曖昧なものでございまして、全く独立したというか、大手から独立したというような形で、承認とか、いろいろ任務とか、いろいろ規定がございますけれども、そういうのを確立いたしまして、独立したその中小の企業ということでお話をしますと、商工会所1万5000人のほとんど7割以上、先ほど大阪商工会所にありますが、独立した企業がございます。で、私どもの観点からいえば、当然、料金の値上げ、燃料費というのはですね、大変困ることでございますので、これはアンケートを一時申し上げませんけど、
アンケートの意外とですね、福岡市自体と言いますと製造業が非常に少ない。で、まあ、アンケートもですね、2100社のうち427社に回答しないというぐらい、まあ、無関心ではないということなんです。やはり値上げが終わるということは分かりますが、じゃあどうすればいいんだということに関してはなかなか難しい、表現になると思っております。と言いますのは、中小企業としましては自家発電を起こすわけにはなかなかそうはいきませんし、そういう、まあ、変化があったとしてもですね、いずれにしてもそれは一時的なものにとどまるかと思いますし、我々としてはできるだけやはり、来週の点はですね、ここにちょっとメモを今から説明しようかと思っているんですが、第一の点はですね、各企業によく日頃から節電をしておりく、そういう観点で今度も非常に努力を、まあ、九州電力の努力によりましてですね、努力によって計画提言というのはなかったわけでございますけれども、我々としては日頃の節電の効果努力というのは非常に流行っております。まあ、これは実は経済界と言われるんですけれども、我々その節電するということになりますと雇用の問題だとかあるいは人件費の問題に影響するところがかなり出てまいります。したがいまして、結局消費者ということでもありますので、最終的に雇用が減ったりあるいは人権に入ればですね、それだけまた苦しくなるというわけでございますので、経済界というのは特別な会ではなくてですね、むしろ我々が生きているところと根幹でございます。そういうわけで、さらなる負担を用いられる料金値上げが長期化すれば問題なんです。したがってこれは、まあ、今年度のことであり、まあ、あるいは3年間の平均ということを説明されているんですけれども、じゃあ将来どうなるんですかということが中小企業としても非常にございますし、ここで言えますのはですね、特に中小企業に関しては、価格転嫁ができませんので、生きるために、できるだけ値上げの場を抑えていただきたいというふうに思われますし、できればゼロが一番正直いいところでございます。まあ、そういうわけでございますので、第一の点はこれは国、まあ、ここでは審査員の皆さんにはこういうふうにお願いになるわけですが、値上げはやはり最低限度の値上げでやっていただきたいと思いますし、将来ではどうなるのかということを前提に、何をすればどうなるのかという前提に、ご説明いただきたいというふうに思っておりますが、先ほどの説明を聞きまして、まあ、細かいところは確認いたしまして、そういう方向であるとか私がアンケートからもそういうふうになっております。で、さて、まあ、具体的に言いますか、一般的に言われますのは2番目に書いておりますが、安い電気を安定的に供給することが国民生活と経済の安定の質上限といいますか、お経済と書いてありますけど、消費者、まあ、つまり生きるということに対しては質上限だということで、まあ、こういう制度があってあるわけでございますので、いろんなですね、状態でこの制度を、まあ、いろいろ批判をする方もいられると思うんですけれども、こういう制度の中でじゃあどうすればいいかということだろうと思います。で、私どもが一番こう心配なのでというか、会社そのものの経営とかそういうものに関しましてはですね、いわゆる今公認会計士の監査とかそういうところが十分ありますし、社外取締役、社外監査役という立場っていうことがあって、経営そのもののいわゆるそのコストの在り方ですね、もちろん高いか安いかという人件費が高いか安いかというものじゃなくて、経営ということに関しての監査は十分今充実していってるんじゃないかと思います。私どももですね、実は公認会計士の監査の中で社長の裁判では経営の中に関することがいろいろ言われておるんですね。でそういうものがあるにもかかわらずその信用されないというようなことをですね、まあ言われると非常に九州電力さんとして問題があると思うんですけど、そういうふうな問題に対してもですね、基本から監査をであるわけなので、そこもですね、やはり監査人の報告とかそういうことが非常に重要ではないかなと思っております。まあ、審査員の皆さんもそこのところをまず、まだ引き上げられるということがありますし、さらにですね、経営のいわゆる何と言いますか、オープンにする、よく分かりやすくとかそのオープンにしてくださいと言われるんですけど、実際今問題になっているのはほとんどオープンなんですね。そういう機関を通して言えば、ですからそういう機関を多いに利用していくということと、経営自体も
まあ、これは私どもの例で申し訳ないんですけど、経営会議というのがございまして、これが労働組合の委員長と書記長が必ず出るメンバーとして出しておりますし、まあ、大いに意見を十分に経営に対しての監視というのもそこに含めて、まあ、監視と言いますがどうしてやっているのか、あくまでも談合しているわけではございません。そういうシステムも必要だろうと思いますし、公の機会に近いところだと、例えばアドバイザーでコミュニティ、よく募集なんかにあるんですが、そういうところに消費者の皆さんとか、今の審査員の皆さんが、もう常に日頃から日常的な監視という意味ではなく、審査というふうな制度というのもあるかと思います。まあ、そういうことで国の方にもお願いするんですが、そういうものを日常的にやってですね、初めてその、例えば、電気パンとか、清掃であったということをですね、常に監視していったり、監視することは良くないんですが、合理的にやっていくのは、というのが手口じゃないかと思います。しないこうやって審査員、現実にとしてもですね、限られた時間でこう説明を聞いて、書類を読んでもですね、なかなか難しいところがございますので、そういうことは日常的にやれば問題はないかというふうに思いますし、多分、私どもから見れば、人件費が高いんじゃないかとよく思われますけども、それはそういうなりにですね、計算をされているのを公開されるべきだろうと思っております。まあ、細かいことまでということじゃなくて、例えばの話はいかがですか。そういうわけで、2番目の点で大事なことは、この制度の中で日常的な管理をいかにこうやっていくかということが、オープンにする、あるいは審査するということにつながるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、この2点目につきましては、まあ、ちょっと、まあ、今回も触れます。で、最後にですね、最後に3点目でございますけど、今回の値上げの原因は原子力発電所の停止ということなんですね。で、なければ、通常通りにデータをやっておかれるし、将来も努力をされていると、こういうふうに思っております。で、電気料金の上昇抑制と、電力供給の安定のためには、それからするかですね、やはり原子力発電はコストが安いということを考えておられるということでありまして、原子力発電所の安全に誰が責任を持ってやるかというのを最初に明確にしなければ議論は成り立たないかと思うんです。国のエネルギー政策もですね、実はこれがなければですね、どうやってエネルギー政策を通すかできないかと思っております。で、ここで私は一方思うんですけども、どうしても技術論は避けられるんですね。政治経済経済的な理由ばかりは先に聞いて、技術論が避けられていると思います。で、今回の九州電力の他の電力の会社だと申し上げておられませんけれども、技術ということをですね、重視されて、安全確保ということを最大にして、原子力というものを考えていると。当然のことながらですね、再稼働すべきという言い方は私どもがなかなか言いにくいんです。安全でなるかどうかというのを、まず、誰が責任を持つかということを、まず、きちんとやっていただかないと、何とも議論がしようがございませんので、で原子力のコストというのが本当に安くて、これをやることによってですね、電力料金というのが安く保たれるということであれば、それはそれで十分だと思います。ただ、今、当面の問題はですね、おそらく専門的な言葉で言いますと、原子力発電の今までの投資がマイナスコストと考えれば、燃料費、あるいは焼却が終わっているものとしては、ですね、燃料費だけのものかということになるわけでございますけど、燃料費だということです。ただし、燃料分の燃料は安いというふうに私も自分では考えております。したがいまして、これの安全が大事ですが、それに変わるものとしてもっと効率よりいい、その例えば発電の方法があるのか、あるいは原子力にしてもですね、本当はその全然サイクルまで考えないと、本当の安全まではいけませんので、これに変わるような原子力燃料があるのかとか、やはりいろんなこのファクターが技術に関係にあるわけでございますので、そういうものをなぜ先に議論をしないのか、あるいは今度の事故についてもですね、なぜ、延期されると思うんですけど、なぜそれをですね、極秘のところでやっておられるのか分かりません。もっとオープンにされないとですね、あちらこちらのメディアとか、私ども、どれが正しい情報かのかよく分かりませんし、原子力は危険なものだということは分かっておりますが、それをどうして守るかということはですね、あるいは、ここでやめ、例えばやめるとおっしゃれば、それは減損をしなければいけないわけですね。すごいコストがかかるわけです。
で、これだけの値上げでそれはなんでしょうかということもあります。あのプリミアム税金にしたなどともちょっと今日言われましたけど、これも含めますと専門的には相当難しいところです。こんな値上げが済まないと思うんですよ。で、じゃあ電力会社がなその応募で成り立たなくなるかということになるとしたらどうすればいいかという、この電力の供給に関しての大きな問題になると思いますし、電力政策の問題だと思います。だからそういうわけで最後の段階でこの明確にしていくところを言い切れないようにもっともっとやっていただかないと、いつまでたってもあの何か電力会社さんが悪いということになってしまう、それで違うと思っておりますので、ただ見方をしているわけでございません。中の非常にあの厳しいニーズのことを前向きにやっていただかないと、私は電力会社さんの今後のあれはないと思いますし、もちろんそういうところをですね、電力の供給ということをもっと国としてエネルギー政策をする前にきちんとしていただきたいなと思っております。それからあの今のですね、あの就職にあのこのコストの中の不安ですけども、おそらく安全のコストとかもっと大きくなると思います。ですからあの原子力を続けられるについてもですね、他社コストこうなるということ、あるいは、大体の研究ですね、研究開発費とかそういうところをやはり明確に示されないと、今後将来のですねコストというのは見通しつかないと思いますので、その辺もあのもっと審査していただきたいなというふうに思っておりますし、国としてのエネルギー政策もそこが基本になると思っております。ですからあの今このコストがちょっと見させてあの説明をしましたけれども、研究開発むしろ少なくなっておりますし、バックエンドなんか少なくなって、もしあの収束されるとすれば非常に大きな核廃棄物の処理とかそういう問題が大きく残るわけです。進める方もですか、あの次第の方がもっと高くなっておりますので、それでは電力料金とかどうなるか、それを減損して全部どっかに一発出ていくかということも、もちろん税金の方が払うことになるわけですので、その辺の議論も踏まえた上 で将来安くするためにはどうすればいいか、まあ、安くするか我々の方がありますと、そういうことでございます。適切なこの経済発展を望むならば、そういうふうなことにしたいということで、最後の段階がちょっと大げさなことでございますが、原子力発電の、技術観的な、その、まあ、実は、まあ、急には出ないと思います。それに沿ったことを、あの、議論をして、確実にした上で、やはり、まあ、富の原子力が取るということでしょうがありません。しょうがありませんという言い方をしたら、まずいんですけれども、同様も議論もできませんので、あの少なくとも1年1年2年での議論もして、その上で、これは究極的に将来の長期的な観点からの、コストの審査ということも考えていただきたいなと思っております。で、国の方の本人がですね、あのいわゆる制度そのものが、まあ、いい悪いという問題はなくて、いかにいい制度だと十分考えられた産業発展には非常に貴重な制度でございます。そのうまく運用する仕方をですね、もうちょっと工夫していただきたいなというふうには思っております。多少あの商工会議のメンバーの意見が大変収集させていただきます。申し訳ございません。以上でございます。バランスを取れるところでやっていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。